日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。次なマクドナルドのサムライマック4種類を食べたいと思います。これ以前動画のコメントで美味しいですよって勧めてもらったんですけど、なかなか食べる気がなかったですね。先月忙しくて、でなんか今日から新しい新バージョンが発売なので、それらも合わせて食べていきたいと思います。左側が新しいやつですね。新って書いてます。それではチャンネル登録よろしくお願いします。早く食べたいなと思って生ビール忘れちゃったんですけど、あとで用意しますね。こちらのレギュラー商品からいただきたいと思います。では、どうだ？マクドナルドの侍は勇ましいか？ええ、お肉が分厚くてお醤油やチーズの相性もバッチリ。これは本当にすごいと思います。わっ、本当にうまみたっぷり、ボリュームもあるので食べ応え満点で満足できますね。こういうお侍様になら切られてもいいかもしれません。いや、切られるのやだな。だってやっぱやだな。切られるとせっかくのハンバーガーも美味しく食べられなくなっちゃいますから。それよりも刀をかわして最終的にたどり着くっていうのがいいです。卵もプルンときますね。おっと、ニンニクのソースは結構ピリピリ刺激があって、好みは分かれそうですけど美味しくいただけます。やはり分厚いお肉というのが最大の特徴のですね。こうやって噛み締められるのが本当に嬉しいです。さて今後も新しい商品出てくるのかな。ご飯の料理はごちそうさまでした。最初に食べたこちらのサムライマック炙り醤油ベーコントマトビーフは、こうトマトの酸味がさっぱりとしていて、濃いごま味付けになっているソースの中で一種の清涼残骸になっていますから、そしてベーコンとお肉が入っているので結構肉の旨味を味わうようになりました。ですが肉の旨味という点で言えば、やはり肉の肉厚リースであるこちらの炙り醤油量の方が上ですね。噛んだ瞬間にお肉の味、旨味がブワッと口の中に広がっていました。結構強烈な感じがきます。で炙り醤油なので香ばしさもあって、うまく和と洋が合わさった印象です。続いて食べたこちらのニンニクざく切りポテト肉厚ビーフ。ざく切りポテトは、いわゆるハッシュドポテトですね。ですね、中にニンニクのカリッという音が時折感じられました。でもニンニクソースの辛みが結構強いので好みが分かれるかなと思いました。結構ピリッとくるので辛いのが苦手な場合は避けた方がいいです。あなたにお好きなのであれば食べてほしいですね。で最後に食べた和風バーベキュー卵肉厚ビーフ。卵とお肉で、なんか月見バーガーを思い出す、どこかも毎年感じられたけど大ボリュームでというような味わいでした。なんか卵もこれでお肉と一緒に食べるとまた違った味が噛み締められてない、そんな気がします。ピクルスも入っていたんですが、お酢の味がいいのキュウリがダメな自分でもあっさりと食べることができました。ですが今回の中でお肉の味を一番感じられたというのは、炙り醤油ダブル肉厚ビーフサムライマックが一番美味しかったです。なので今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。